一般の農家であれば肥料とか使って野菜育てるんで、肥料で育てるのね。だからいいんだけども、それはそれでいいのよ。いいんだけど、我々ってのは肥料に頼らない。まあ我々ってのは無肥料とか、また低肥料の農家っていうのは、肥料では育てられないのね。使ってないから。で、何で育てるかっていうと、土なのよ、土。で、その土をね、育てること。まあ土作りとか土育てって言うんだけども、それに関しては一般の農家よりもずっとノウハウはあります。はっきり言って。だってもう他の農家やってることっていうのは土壊しだから、化学肥料入れると土の中の微生物の働きが鈍くなるっていうことはもう分かってることであって、そして、農薬をまくと微生物ね、あと細菌だとかなんだまあちっちゃい虫とか、まあ、微生物だね、そういう小動物とかを殺しちゃって草もいなくなってしまって、逆に土を壊してしまうんだね。だからそういう意味では我々無肥料農家っていうのは、土作りに関してはすごく能力あるし、ノウハウもあるし、自信があります。で、その基本についてね、今回お話しするんだけども、基本としてはまずは余計なことをしない。それ一択、余計なことをしないと。ね、そんなことを言ったって肥料がなければ野菜が育たないじゃないかと。まあ、肥料と言わなくても栄養素ね、例えば窒素、リン酸、カリとかそういうものがなければ育たないじゃないかと言われるんだけれども、じゃあ逆に考えてみてねって、我々がね一番手本としてる土って何かっていうと山の土なのね。山の広葉樹が葉っぱが降り積もってそこでできた土、掘っていくと下の方に黒いボクボクとした土あるんだけども、その土が一番いい土なのね。そこが到達点、答えなのね、俺らの考えでは。で、考えてみれば、そこにね、肥料ってものは一切入ってないのよ。化学肥料も、牛糞、堆肥も。まあ、動物のうんこ入ってるかもしんないよ。野生動物のね。うん。まあ、そういうのは別にしておいても、何も人の手を加えてないのよ。なのに、毎年、山菜なり、植物なりっていうのは、どんどん拝るわけよ。まあ、拝るっていうのは津軽弁で育つっていうんだけども、なんぼでも拝るんですよ。で、ことは、人間って必要ないのよ、本当は。ってことは何で土ができているかっていうと、さっきも喋ったけど、そういう葉っぱが降り積もる、それを微生物が食べてうんこして、まあそのうんこをまた食べてうんこしてっていって、最終的にできるのが、土なんですよ。で、そこの土にまた植物が入る、草、一年草の草でもいい。その草の根っこの周りっていうのは、まあ菌根圏って言って、根っこの周りにさ、微生物がすごくいっぱいいる部分ができるのね。だから植物の根っこが生えているっていうことは、微生物がたくさんいるということね。だから死んだ後の使用済みの有機物、葉っぱとか枯れた草とかがあって、それを食べる生き物がいると。で、そこにまた生えてきた生き物がいる、その生き物が植物ねがある、その根っこの周りに、微生物がいっぱい集まってまた活動すると、こういう循環なのね。植物が育ち、その根っこで、微生物が生きて、その植物が枯れたり葉っぱが落ちたりしたら、それを食べる生き物、これがまた循環して、食べてうんこ出たら、そのうんこを食べて出して、そしてまた植物が拝って、拝って、でまたそういう循環で土ができるのね。で、ここで重要なのは草と微生物。まあ、動物もね、そこで糞したりなんだりっていうのもあるけれども、まあ、とりあえずこの2つね。この2つ、これがすごく重要なの。なんだけども、今の農業っていうのは、草は殺すし、虫も殺す、微生物を殺す、薬をまいてね。だから土がどんどん壊れていってるんだよ。ね。だからそれ、要素を省いてしまうから、土がどんどん壊れていってしまうから、その代わりに化学肥料とか牛糞堆肥、そういうもので補って野菜を育ててるわけで、我々はその草を殺さない、虫も殺さない、そういう方法を取って土を作って、その土でもってして作物を育てるという方法を取ってるのね。いや、根本が違うのね。
土を壊してるから化学肥料を使うし、化学肥料を使わない、有粉堆肥も使わない、じゃあ土を作ろうっていうことで植物も生かす、虫も生かすっていう方法を取ってるわけだ。だから最初に戻るけども、結論として人間は余計なことは一切しないということ。薬まかない、あとなんだ、除草剤まかない、あ、もうどっちも薬だけども、あと微生物の働きを抑えてしまう化学肥料とかそういうものをまかない。じゃあ何するのかっていうと、なるべく耕さない、うん、まあ、なるべく耕さないことと、まあ、有機物を補給すること、で日当たり良くする、風通し良くするっていうこともいっぱいあるんだけども、まあ、そういうのはまた別の動画でお話ししようと思うんで、とにかく土を作る上では余計なことはしない。これ一つたった一つ、余計なことをするから肥料が必要になる、農薬が必要になる、あれが必要になる、これが必要になるっていう、余計なことをやめていけば土は自然とできるし、その自然が、土ができる、自然と土ができれば野菜とか植物ってものはまた自然と育つのよ。我々はっきり言って必要ないのよ本当はね。だけども、まあ畑っていうものは完全な自然ではないんで、そこで調和を取るためにちょっとお手伝いをするぐらい。だから余計なことはしないけれども、その畑の土ができる微生物、植物が育つことをお手伝いして、もしくはちょっと生えたら困る草があったら抜くとか、ちょっと土をね、表面耕して空気入れてあげるとか、そういうことはするけれども、薬をまくとか肥料をまくとか、そういう余計なことは一切しない。まずこれが土作りの王道第一歩、これが大事です。続きはね、また別の動画にしますんで、またよろしくお願いします。